みゆき族は、規制の秩序にとらわれず、自由な考え方や行動を示す青年たちの類型の一つである。1964年頃に、日本の東京都中央区銀座のみゆき通り近辺に、たむろしていたことからのそのように命名された。独自のファッション文化や、ストリートカルチャーを日本に流行させた。男性は、 アイビールックを崩し、バミューダショーツやツンツル店のコットンパンツといった、いでたちで VAN か、純の紙袋やズダ袋を小秋に抱え、女性は、白いブラウスに、かかとの低いペッタンコの靴、ロングスカート、リボンベルトを後ろ手に締め、頭に三角折りしたスカーフや首にネッカチーフを巻き、そして男性同様に紙袋やズダ袋を抱え、特に何の目的もなくただ見行き通りを、 ブラブラとカ歩することが流行した。こうしてみゆき通りと周辺に集う若者たちのことをみゆき族と呼ぶようになった。このブームは1964年4月28日創刊の週刊誌平凡パンチのアイビーの知名度を上げることに一役買った。彼らが地方からも集まった目的は買い物のほか同じ服の趣味の仲間を見つけてつるんだり互いの趣味を競い合ったり、 通りりで異性とと出会っったたすることだった1960年代以末に若者文化の中心が新宿に移る以前は、上京した若者が目指す場所は銀座であり、三行通りには VAN の大きな店舗があったことから、若者はその周辺に集まってブラブラと歩いたり、グループを組んでショーウィンドウの横に立ったりするようになった。しかし、族とはいえ雷族などのように周囲を、 困惑させるような反社会的な振る舞いを起こすことはなかったものの、週刊誌には彼らの不純一斉交友が書き立てられるようになった。店の前に若者グループにたむろされる地元商店主など、うろうろするだけで商売の邪魔をはじめとした都民からは警察への苦情が殺到し、同年10月より行われる1964年。 東京オリンピックへ向けての風紀向上策として、警察は取り締まりを検討。9月12日には所轄の築地警察署によって、三ゆ貴族への一斉取り締まりが行われ、秋口には姿を消した。三ゆ貴族と若干オーバーラップした類似の流行として、1964年夏頃から1965年夏頃まで、新宿などを中心に増加した。 アイビーファッションを着崩した若者はアイビー族と呼ばれた。こちらも歩道対象となり姿を消した。ありがとうございます。